雪のサンタマリア。昔、昔、ルソン中国の貧乏な大工の子で、マリアちゅう娘のおったげなたい。ソンマリアは、細か時から本当に利口か娘でな。どうしたら人々の魂ば救うコツのできゅうか、といつも考えとった10倍。ある時、天の神様のお告げば聞いてから注文な。あたしゃ、嫁にも行かず、一生ビルセンで、どうぞ、ちゅうて、がんば立てたとげな。ところが、ある日のこと、マリアの美しか姿が、ルソンの王様の目に留まっての。ぜひとも、俺が妃になってくれんか。と、所望されたとたい。ばってん、私は、大願ば立てたみじゃけん。せっかくですが、嫁にあいかれません。ちゅうて、きっぱり断った上に、不思議ばあ見せたげな。マリアが天に向こうて、静かに祈ると、不思議じゃなかな。もう暑か六月というのに、天から雪のちらちら降り出しての。見とる間に、五尺も積もってしもた、十倍。これには王様をはじめ、家来伝大伝そばにおった人たちはみんな、肝ばつぶしての、気の抜けたことなってしもうた。そこんところに、天から、出汁が降りてきての、マリアは天に登ってしもうた、十倍。やっと雪が降りやんで、王様の正気づかれた時にゃ、マリアの姿はもうどこにも見当たらんじゃったげな。そんことがあってからちゅうもんな、王様はマリアのことばっかり思い続けての、あげくの果てに、とうとう焦がれて死んでしまわれたそうな。天に昇ったマリアは、天帝様から、雪のサンタマリアーチを名ばもろうて、もう一度天から降りて、この世で暮らすことになったばってん。天帝様から、お前の汚れの中、清か体ば貸してくれろ、と言われての。二月の中頃の、ある日の日暮れ時、大天使様は、蝶々の姿に身ば変えて、マリアの口の中に飛び込まれた、ちゅうばい。するとマリアは、たちまち身持ちになったとばい。そんからんこつが、自然に親に知れての。マリアは、家ば追い出されて、あっちこっちと歩き回った果てに、ベレンの国に行き着いての。そこ一軒の百姓、牛小屋の中で、とうとう赤子ば産み落としたとた。牛小屋の牛や馬は、そん赤子ば、寒さに震えんごと、両方から息ば吹きかけて、ぬくめてやっての。そこ百姓の嫁子は、夫った旗まで、打ち寄って、いろりにくべて、親切にマリアばもてなしたちゅうばい。この赤子が、キリスト様たい。マリアは、この赤子のキリスト様ば、大きゅう育つっと、腹いそに登ってからに、天帝様の仲立ちで、マリアに焦がれ死になった、ルソンの王様と、妙都になられた、中倍。